最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。